ですね。5時半からやらせていただいてます。劇場じゃないよここ。昨日と同じところ。部屋ちゃうけど。久しぶりに来た。ああ、りなちゃんだ。おはよう。久しぶり。こんにちは。やほ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 。うん、地下じゃないよ、劇場じゃないもん。暑いってからなら、なんかさ、この部屋がさ、この部屋さ、冬はさ暖房しかつけられへんくてさ、なんか冷房つけれへんねん。冬は、間違えた、夏は冷房つけれんねんけど、あずきちって人、友達、今度は虫が出てくる。ありがとう皆さん、桜とお団子をたくさんお願いします。劇場目、そうか、今日はなんや、27から、今日はあれか、青春か、桜田さんの生誕祭ですね、今日は。森菜ちゃんと話しかけない、ありがとうございます。そうね、もうすぐ、もうあのシングルも発売されて、もうそろそろあれね、イベントがあるもんね。あ、急に来たかな。てかやっぱ持った方がいいかも、手に。今日は三脚を忘れちゃったんよね、家に。まあ2日目かで、29。ああ確かに、このペースでいけば、もう10万ポイントこうやってね、このペースでいけば。暑いのよね、この部屋マジで。でもここでやってます、いつも。なんかね、ちょうどいい場所がここやねんな。なんかあっち、まあ、レッスン場の方は結構人もおるし、でも今ナンバラの動画撮ってるからさ、あの匂わる影のやつでナンバラの動画撮ってるからさ、動画撮るから一人じゃないといかんのよ。アルムスにあげるけど、学校みたいな悩みな。久しぶりだけど桜の花火を投げてるんです、これ。そう、なんか今イベントをやってて、桜とお団子がなんか対象のポイントになる、対象のギフトらしくて、この2つしか無理らしい。練習の場所、いや、レッスン場にそんな場所はないけど、でもここがね、いないから人がみんなここでやってる。ここか防音の部屋、
屋では誰かがショールームしたり、あとはなんか朝起きるのギフトやけど、お団子とか桜とか、なんかボーンの部屋では、あ、そう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 、ドラムあるところがボーンの部屋か、閉めたら何も聞こえない。だからそこでよくなんか舞台の練習をしはったりしてるみんな方がいる。あとはあれやな、なんかコンサートリハ期間はその場所を使ってみんななんか自分たちじゃない時に練習してる。リハ期間ってさ、今この部屋は荷物置くし、レッスン場は使ってるし、で、メンバーになったら楽屋の相手とかこうなってるのかと思います。なる。なんかあの、何だっけ、あ、そう、ダンサブルさんたちがさ、結構前かな、やけど克服のためにさ、使ってた部屋がさ、あの、壁ピンクのとこやって、あ、こんな形やったんやって思ってたのと違うかった。大阪から世界のメンバーみんなの笑顔のとこやんて、あれあれ、なんか前何人か発表されたやつ。あの、ちなみに私のプロフィールもちょっとだけ変わってるので、皆さんどこが変わったか見てください。多分わかり、結構わかりやすいけど、大阪から世界のめちゃめちゃ美人なんか撮影してくださった方がもうめちゃくちゃなんか、え、かわいい、すごい、え、いい笑顔だねってめっちゃ言ってくれる方やってそう、でそこにいた人たちがめちゃなんかおもろかった。あやみが撮影してる時もおもろかったし、撮影されてるのを見るのも楽しかった教会になって9期6期教してる、教してる。でも多分10期の足りひんけど、なんか今2人で1つロッカー使ってんねんか。でももう9期1人1個使えるぐらいロッカー空いてて、で9期しばらくロッカーなくて、だから10期もしばらくロッカーないと思う。好きな食べ物増え、いや減った。あ、壁シャー買ってないんや。離婚する部屋じゃないよ全然。離婚する部屋だってこの建物じゃないもん。いつも YNN やってると、あれめっちゃ前にさ、あやみたちさ、あの吸気密着をさ見る会やったやん、2人で配信して吸気密着見るっていうのやってたやんか。そこの部屋が結構劇場で YNN さんの撮影するときとか、あとはまあ YouTube の撮影する、あやみがこの前人狼した部屋はとかは大体一緒の部屋。就職決まりそうだ、今年いっぱいに行く。ええー、ありがとう、じゃあ頑張って頑張ってね就職祝いじゃん、言ってね絶対イベントで。そうだめさ、10期生入ったら身長のボードどこに書くんやろって。もうトイレの中かもねトイレのちょっと奥の廊下ぐらいしかもう空いてないよな。もうなんか一期生さんとかのさサインもあるしさ、ポスターとかも貼ってあるから、マジで身長測る場所ないんよな。もう今回関西も関東も話が一回その時話せないね。話そうね。
十機どこに家具があるの。ないよな普通に。トイレの中焼きまずやばい。ドンキー家具、ドンキーもしかもないよなそこら辺しか。かもう一期生さんの横とかでも見れへんもんな。そしたらもう、メンバーとかの写真をめっちゃぎゅうぎゅうに詰めるんかな。 NNB2 9期の階段、あ階段、階段な一段一人、身長差分からんけど自分との身長差分かるか。でもそっか、あれ裸足で測らなあかんから階段はやばい、汚くなっちゃう。衣装部屋、衣装部屋、でも 見られへんくない。そしたら そっか、あそこ屋根ないんか、階段。そうやった、じゃあ無理だね。雨が、雨に濡れちゃう。横側、壁も濡れてたな普通に。あそこめっちゃ走ってたわ雨の日とか。急いでた、やば、待って、破れる。めちゃん絶対めちゃ伸びる。結構伸びてんで。なんかでもアミと一緒におったら全然分からへん伸びたって。どっちも同じくらい伸びてるから。吸気の向かいないねんな。でもあるか、うん、あ一応あるな。じゃあでもあそこもう中やなほぼ。でもどんぐらい入ってくるかやな。多かったら、人数多かったら無理やし。一期生ボード NNB オフィシャルでどうしよう。もうどっかしら移動しないと無理よな。でも見たくない、普通に。二人は聖地決めたらダメ。せやで、多分ミソルちゃんはもうすぐ抜かされると思う、アミに。ほら。サークさんが165。もっとあるし。9期がさ、多いんよな、もともと。端っこほぼトイレやんぐらいの場所まで書いてるから、9期。レオちゃんと同じぐらいやで、もう身長やばいよな、普通にやばいよな。ミサラと山里奈さんの身長対決。うわ楽しい。それを笑うあやみとあみ。じゃあ、あみとあみがみそらちゃんより大きくなったらやってもらう。で今15分だったから45分になったってことか。電話を抜かした、いや多分な一周ぐらいかな。このイベントで途中経過分かるの。あ今の順位、今の順位はそのなんかイベントの、うん、サイトのとこに行って新人枠とこう押したら、その各グループのなんか
一番下の子たちの順位が分かる。そう、今は1位やねん。1位なんやけど、ヨシミンが今日1年やから分からへんねんな。まだ夜もやるやらしいやんか。だから微妙って感じ。ありがとう、見てみるわ。見て見て。昔ナンバーにやって映画館のスクリーンの横がなんや、なんかの入り口でしたし。そう、よしみアニバーサリーやねん。その連続配信1年やねんな。あゆみちゃんにやまる会議、そう明日にやまる会議やから、そこで撤回、あの何、そこで今日の分を賄うじゃない、絶対違う、今日の分を取り返す。じゃないと普通に負けちゃう。しかも31分公演やからさ、ハブターゲットできるのか。そう、うん、挽回、あ、そう、挽回、まかないじゃない。おいしい、まかないおいしい、ご飯出してくれる。それは普通に助かるよね。なんか新人枠で1位を取ったらアバターをもらえて、その前、うん、そのイベントの期間中に30万ポイントをゲットしても、30万ポイント分ゲットしてもアバターが作れるねん、やんからしい。だから多分なんか2つゲットできんのかな、1位で30万ポイントやったら。あ、2位でもか、あ、そう、2位で、1位はあれ、オリジナルの壁紙を作成もできるらしい。新人枠やったかな、それも忘れた。新人枠か全イベント全体か忘れたけど、昨日ちゃんと呼んだよ。2位では向かえなかった。そう、なんか最初にも25日とかは1位5位を行ったり来たりしとったけど、最近はもう1位2位を、あれ多分ヨシミンとやな、争ってる。一時期1、2、3位全員 NNB やった時あったから、その時は幸せよね。あやみがもし1位じゃなくても1位、2位、3位みんな NNB で、 NNB すごって思ってもらえるかもしれへんやん。それはいいよね。他も怖いと栄とか、うわ確かにな。今んとこ誰が、またいいや、また見とこ。できるなら NNB48 メンバーで1、2、3フィニッシュしたいよね。1位、2位、3位みんなで、みんな NNB がいい。アバター自分で作れるっぽいよ、分からへん。なんか何枚を入れる感じなんか、それとももう一からデザインできる感じなんか分からへんけど、うん、なんかできるっぽい。よいしょ、うん、座ろう下に。よし、
今度のおかりさん6月やんな。6月はマジで行きたい。今んとこ全部さ公園とかぶってんのよ。しかも生誕祭、どっちも出てる。確か普通に考えてさ逆にすごいよな、なんかもうさらに365日毎日配信したらアバター作れる。そうやで、だから365日は決定やろ。で1位と30万ポイントやったら、だから合計3つ作れるかもしらへんってこと。どうしよう、豆とグミ、グミ、豆と麦とごまにしようかな。今日なんかかわいいのっぽい、あれかな、メイクしてるからかな。ニコよいしょ。三色団子食べたい。女性になってるキープの、あれは大丈夫なのか。じゃあさっき的にマジお世話になってか、お世話にしかやってない。だ三色団子何色が好き。え、じゃあ三色団子が好きやねん。三色団子何、もうみんな好き、全部好き。ちなみに今 あったさっきまで食べちゃった全部。ハンクさん兄弟は歌いません。何本家聞いたことないもん、あゆみ多分知らんけど、あゆみの記憶の中ではな。団子さん兄弟しか知らん。三色団子って全部同じだと思ってた。ちょっと違うよね、なんか、うん、緑とピンク、緑とさピンクとか緑の白とは絶対違うし、ドラマみたいな色の青色。みたらし団子も好き、てか団子が好きなんよ。悩み団子とてか和菓子が好き。もっともっとなんかたい焼きとかどら焼きとか、うーん、団子とか。めちゃのしえあやめちゃのペンライトは白一本です。白一本振っといてお願いします。公演の時とかは白一本でお願いしますね。和菓子系つぶやん、うん、あみはこしやん。つぶは、うん、食べれるけどあんま食べへん。つぶかこしやったら絶対こしやもん。つぶがない方がいいんですよ。なんかさ洋菓子ってさクリームとかがさ多いからさ、なんか食べちゃう、食べ過ぎとるってなるのよ。クリーム甘々すぎて。でもそ和菓子って甘いけどちょっとあっさりしてる、あんことかだから好き。おはぎはあんま食べへんね、なんか不思議すぎてまだ挑戦してない。おはぎの存在が。どら焼きとかはチョコクリームとかカスタードとか
だたい焼きや。なんか甘さの種類違うやん、和菓子と洋菓子。でもあみは、マカロンじゃない、トゥンカロンか。トゥンカロンはどんな時でも食べたい。あとフルーツ。みちゃんがおすすめしたクレープ屋さんのおすすめメニュー。え？アミがおすすめしたクレープ屋さんのおすすめメニューってどこ？え、あの吉本のとこかな。そこぐらいしか行かんわ。子供の時はつぶは苦手やったけど今はめっちゃ好き。そう、あやみなんかさ、あみ今じゃがいもに今ってかじゃがいも苦手なんやんか。でじゃがいもが苦手なのがちょっと食感なんやけど、そのじゃがいもなんかパサパサした感じ、なんていうの、その粒あんの粒の皮の食感が苦手で、あみがこしあん、そうこしあん食べやすいしね。エネルギー何分か何ヶ月で、あああそこか、あそこはどのメニューやろう。いや、チョコ、いちごデラックス、アイスと、あ、いちごとアイスが乗ってるやつ。え、そう、つば豆ぼ、その豆のその皮の食感が苦手な悩みは、だからこしあん派です。いちごとソフトクリームがの、アイスが乗ってる。ちょっとだけなんて食べたくなってきた。ババにお小遣いもらおうかな。なんて、でもあそこ9のつく日は安いから、みんな9のつく日に行ってね。29日、金曜日だ、金曜日だけどみんな行ってね。なんか服買って、あ、遠いって。ぜんざいも飲まへん、ぜんざい飲まへん、食べへんの。そのくらいされたらあやみカツや、さあやみカツやね。マックのポテトは細いポテトやからいける。太いポテトが無理、じゃがいも感残ってるから。あとはあのもうめちゃくちゃじゃがいもの身が入ってるのが少ない、あれ、あのポテトサラダ好き。ってことは、あずきばも、そう、あずきば食べへんのよ。あゆみ、あきちゃんの階段のこに間に合うとかかるたってください。おい、ちょっと危ないね。そう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 、モスバーガーとかが、あとどこやったっけな、あのユニバのハンバーガー屋さんのポテトも太いから友達に食べてもらったこの前。でも2、3本食べた。じゃがバターいかん、あかんねん。私はタケノコです。タケノコは生地が好き、生地って。じゃがりこも好き。うんって、こんなほぼポテトじゃん。昨日ご飯や、めちゃくちゃタケノコやで。じゃがりこはたらこバター。んって、昨日ご飯多いって、なんで、なんでなんで、なんでなんで。両方美味しいよな。どちらかといえばでもタケノコ、あやみタケノコやで。タケノコやんな、タケノコやんな。え、そう、タケノコ派、タケノコ派ってタケノコ強いパターンの方が多いねんけど、今めっちゃキノコが多かった。あ、タケノコかかった、やった。ちょ、これやろう、やろう、マジでこれはやろう。1か2、1がタケノコじゃ、1タケノコ、あゆみがタケノコ早いから。2が
きなこ。で、たけのこを。じゃあ、たけのこ多いよ。あ、でも今きのこ、きのこいっぱい。あ、たけのこ、あ。なんかでも、なんかたっきのこの何だっけ。両方投げた、両方投げた。いや両方の方は両方。チョコボール？あ、みやま食べへんな、チョコボール。なんか、なんか一回ハマった食べ物をずっとリピートする派なんですよ。これ大型ね、大型と ENFP やった気がするENFP が曲とかも食べ物とかもお菓子も全部一回ハマってもずっとリピートするタイプで、だから新しいものに挑戦しないね、あんまり。そろそろ終わるかな、投げ終わったかな、終わり。はい、あ、タケノコが勝った。でも結構僅差や、負けた負けたね。うん、あんま変わらんかった。うん、学校で投票してもタケノコが一番多いもん。この前さ、学校の投票やったらさ、タケノコ 20%、 あ、間違えた、タケノコ 80%、 キノコ 20% やってやばかった、びっくりした。どっちも美味しい、結果どっちも美味しいね。だって作ってる人一緒やもん。あんなタケノコの里美味しいねんから、キノコの芋も美味しいに決まってるやんって感じは。タケノコの里好きな理由は、その何、生地、そのうん、なんていうの、タケノコの里の生地とチョコ、なんてやろな、チョコが周りについてるやんか。だから食べたらどこを食べてもチョコを感じれる。そうそう、クッキー部分がちょっとしなっとしたのが、チョコ食べましょうよ。あやみはクラッカーを食べます。やかじゃビスケット、それしっとり派なのよね。なんか今仲いい子、仲いい3人組やんねんけど、あやみと A ちゃんと B ちゃんA ちゃんは結局座るっていうね。 A ちゃんは小学校1年生の頃から同じクラス、同じクラスじゃないけど家がほぼ真ん前で近くてよく遊んでてんやんか、 A ちゃんは。で、ほんで 1,2,3,4 年も遊んでて、5年で1回クラス離れたけど、5年でクラス離れてあんま喋らんくなったけど、言うて1学期の間だけで、で6年も仲良くなって、 7年じゃないわ中1で同じクラスになって、でなんかほぼもうずっと仲良くった子で、趣味も一緒で、でその子もタケノコ派であれけど、もう一人の子が前目が4年生で同じクラスになってからずっと仲良くやって、じゃあ4年、あ、じゃあ A ちゃんとは4年生の時にマジで2ヶ月ぐらい話さんくらったけどすぐ仲良く、すぐ話した。でそれで、その B ちゃんは
しーちゃんいないよ。しーちゃんいない。しーちゃん誰それ。ね、B ちゃんは4年生から仲良くて、でもその子はキノコ派で、あやみと全然違うね。なんかなんかでも性格似てて気合うねんけど、好きなものが全部真逆で、あやみがコキンちゃん好きで、その子はきなんだっけ、ドキンちゃんや。であやみがタケノコ派で、その子はキノコ派で、結構真逆やねんか。でその子はあやみ大型で AB 型やねんか。りちゃん、りちゃんいないの。でも結構真逆やのにマジで仲いいっていう、マジで不思議。あやみがとなんかたまにその子とほんまに全然違うのよね、趣味が。やのになんでこんな仲いいんやろなってめっちゃ改めて思う。ドキンちゃん D ちゃんなの。あ、確かに。え、じゃあコキンちゃん C ちゃんじゃない。無理やり C にする。 K じゃなくて。だからルイは友を呼ぶって言うけど、案外さ全然似てない人とも仲良くなんねんなって思って。もろしーちゃん、しーちゃんりーちゃんできたやん。B ちゃん。A ちゃんはもう1年生の時からずっとに一緒おるから、なんかもうなるな、常におな一緒におるわけではないねん。もうなんかそばに近くにはおんねんけど、あみが A ちゃんじゃない、あみ A ちゃんやけど A ちゃんじゃない、あやみやけど A ちゃんじゃないね。あやみはなんやろな、あやみ Z にしとくか、一緒もらって。なんか A ちゃんはなんかずっと一緒におるから、もう遊んでる時とかも話さないし、マニアス、なんか遊んでても違うことしてるのよ。で、あ、 A ちゃん、 B ちゃんは兄ちゃんもマジ近くにいて当たり前の存在やけど、仲いいから、仲いいからそばにいる存在。もう一人はもうずっと一緒にいて当たり前の存在になってる。こういうのが一人二人はおった方が大切やなって思う。Z ちゃん、あやみも Z。Z ちゃん、 A ちゃん、 B ちゃんで、 C ちゃん、コキンちゃん、 D ちゃん、ドキンちゃん、 ABCD、 E は何やろ。E ちゃん、D ちゃんはちょっとやめてあげよう。じゃん、触覚生えちゃうじゃん、やばい、ズボンがめっちゃほつれてる、やだ。 Z 世代全員、みんな Z 世代ってなんなんほんまに。どっちの字、と分かったんはキノコ。誰やったっけな、タケノコ。マジキウキで、キウキでさ、こういう二択ゲームしたよな。
たけのこ派かきのこ派もそうやけど、そういうものじゃなくても行くなら山か海かどっちとか、あそう猫犬どっちとか、なんか自分は先にキヤキヤ、そのキヤキヤどの話してもうるさいから、うんもうあれで分かった、あの YNN さんの24時間のキヤキヤの曲で分かった、うん泣きないが来るかもそうやな、キュウキは何してもうるさいねん、もうにうるさいじゃん、にぎやかやねん、すべてのものにさオーバーリアクションやからさ、まあいいよね、そこが楽しいよね、うん、なんか多分あやみがそのキュウキのオタクとして見とて、オタク振っててもペンライト多分自分のことじゃないけどマジ楽しくて、自分も楽しくなって笑っちゃう絶対大阪組と大阪以外組、え、もう 大阪府近畿、大阪府やったら結構少ない、大阪府結構少ないねんな、旧畿出身が大阪、近畿は多いねん、兵庫も兵庫が多い、ちょっとだけ、だって大阪府出身が和歌山やろ、レオちゃん、あやみ、4人、5人いた気がする、あやみ確か、あ、レーニャ、レーニャの5人が確か17人中5人がそう大阪で、それが三重とか、まあ、奈良とか兵庫とか、うん、バイ地方組とかもおるしね、そうやね、大阪府やったら 5対10になるで、そう千葉県もおるしな、あ、じゃあ千葉県は西処方なのか、あれはそうや、近畿以外やったら4人やな、富山、新潟、静岡、千葉、うん、あ、じゃああれか、大阪対近畿以外対近畿なんか大阪以外の近畿だから5対4対2府4県その他2府4県プラス4県ん2府4県かな多分、うん、で4、5、9やから8だから4対5対8、あおちょっと有利だね私たち不利だね、マックマクド、あーマックマクドいいね、めんどいから言葉で分かれへん、もう個人ね、大阪勢が一番和やかな、って何気にな、レンゲの最近暴れてる、最近じゃないけど、うん、チータン、ワカタンが、そうやな、で、レイオちゃんも、おしとや、おしとやか。にせせ、千葉県と富山、さゆきちゃんと、うん、あれ、西さん、西さんやったら西島さんとかも入っちゃうけど。穏やか、あとはあれか、西さん呼び、西さんが呼びやすいねもん、ゆまちゃん、あ、ユニバの言い方な、ユニバやろ、ユニバと漢字で染めたいな、みんなでユニバ、それさ、ユニバ以外でもなんねんな、たまに、ユニバ派、ディズニーランド派、私はユニバ派です、近いからのもあるけどな、レンヤーの私かわいいネタ、あ、あれネタじゃないらしいよ、ちなみにファミマ
あの反省会で、あれはネタなんって聞かれた時、あ、ガチですって言ってた。結構真顔で。だからあれはもうネタじゃないんだって。仕事戻ります。はい、じゃあ NNB 含めてどんなコンサート行くこと。ちなみにコンサート NNB が行ったことないからな、多分。うん、そう、ガチやのに多分ネタやと思われてるねん、何人かには。だから NNB やったら11周年と夏コンとみるるんさんの卒業と何言ったっけなと忘れた。何があったっけな、ほか何言ったか忘れた。なんかそろそろ B2 さん始まる、え、6時半からやんな。 B2 さん始まるか終わらないと。でもずっと言って東京虫、あ、東京虫あった、あったな、懐かしい東京虫。あ、ここでも行ったし、それ周年、12周年も行ったわ。そや、てか大阪とさ東京ですでもだけでもさ結構さ、んー、なんていうの、伝わるもの違うやんか。だから新しいをさ関西さらって言うやん、それ通じひんらしいのマジで。え、もう一個も見当つかへんらしくて、え、さら、え、お皿、もう信じられ、うまみがもう、いや通じるやろって思ってても案外通じひんかったり。メバチ、あ、そうそう、メバチコ、メバチコとモノムライ、うん、別物やと思ってた。でもなんか甘辛らしいな。でもしんどい。あ、そう、あとは蚊に噛まれた、蚊に刺されたか、噛まれた、私は聞き忘れた。いや、蚊に噛まれたも通じひんらしい。マッサラにブレイクファーって、マッサラはそれは、あ、まあそっか、そうやな。大阪に、あ、東京に引っ越してマジで通じひんくてたまに焦る。えよな、え、標準語何やったっけってなる、たまに。そう、もうサラが言い慣れてしまってるから、あ、新しいやってなる。明日から関東引っ越す、え、あ、うん。そや、え、うん、そやな、アマとなんかツイッター見てるとき出てきた気がする。なんか昨日がさ、あやみって調べたらさ、いろんな人出てくんねんな。うん、そのあやみだけじゃなくて、面白いよね、関東の方に、関西の方に、なんや、欲しいなってる。ほっといて、そう、ほっといては捨てといてとかもあるよな。片す、直す、片付け直す、直す、戻す、みで、どうらしいの、いてまうとか捨てて、自信絶対通じ。関西のうどん食べれる、え、関西のうどん食べ、食べたことない。ほかす、ほかすはわかる。でもあれや、あ、関東や、ん、もう関西わからへんくなる。関東のうどんは食べたことないです。なんかな、味が関西の方が濃いらしいね。神奈川、神奈川のやつ食べたら、関西の方にバカじゃないなって友達の、逆にノリ良すぎて友達になれるよ多分。え、か、でも関東の方にバカじゃないのって言ったら、でもそう、バカじゃないのって言い方やったら多分はーってなると思う。そう、バカやんとか、そういう笑いのバカにする感じやったらノリでいけるけど、バカじゃないのとかやったら多分ほんまに嫌われちゃう。
しんどいことを偉いわとか言う、え、言わんなあ、言わん。関西はバカはいけば、バカってこと、発音の問題それは。最初はグーインチャンホイって何言って、え、最初はグーじゃんけんホイ、最初はてごめん、あめたちじゃんけん言葉出さんからな、うん、でやってるいつも。最初はグーじゃんけんぽい、最初はグー、最初はグーインチャンホイ、まあインチャンホイ分かる分かる分かる、アホはよくてバカ、え、どっちもいけるそう、そのさ、さ言う人にも、言う人にもか、言う人でも変わるけど、そう、なんか、うん、めっちゃ仲いい友達とか言ったらいけるよ。一斉ので一斉のでは指すまやな。あとはこのこの久しぶりで支えたら、なんか1増えたり2増えたり、どちらにしようかな、マジで人によって違いすぎる、地域どころじゃないねんな、うん、バカ冷たい感じ、なんか笑いながら、まあ、本人もそのことに対して笑ってたりしたり、そのめっちゃ仲いい人やったらアホやんとかバカやんとかは別にいけると思うけど、どちらにしようか、言葉出さん、うん、出さん、マジで。なんか最近は、最近学校では移動教室の荷物をじゃんけんで負けた人か、じゃんけんで一人勝ちした人が持っていくっていうのをずっとやってて、5、6人ぐらいでその時もずっとみんなで潜ってた、最初はあーあーあーって感じ、言わないか、ちゃんと言わないか言ってるけど、あー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 って言った、勝った方が、そう、勝った方が一人勝ちした人が持つ、そう、だからもう6人でじゃんけんしてて2人勝ったら持たんくていい、邪魔すんで、邪魔するわけだったら帰ってえわ、大阪同士の熱さな多分大阪同士か、めちゃくちゃ吉本が芸人さんが好きな東京の方、関西の、関東の方てか関東、じゃ関西以外の方か、うん、でなんか荷物持つやんか、6人ぐらい、自分含め6人ぐらい持ってて重いから、その移動教室までの同じクラスの通行人に、じゃあまるまるじゃんけんしようって言って、最初はグーじゃんけんをって言って、あ、じゃんけんして自分が勝ったらその荷物を全部負けた人が持つっていう、ほんで自分が負けたらそのじゃんけんした人の一人追加されるっていうのをずっと言ってた。でなんかもともと6人でやったメンバー、やって負けたメンバーがどんどん増えていくっていうのがもういつものことでした。やってたよな、これ多分みんなランドセルとかでもやってたと思う。小村帰りって何？小村帰りって何？分かる、なんかそもそもが分からへんかった。おばかちゃん、あ、おばかちゃんは言うね、あんたバカはある、もう笹岡さん、ゆきりんさんみたいなもん、あ、絶対違うよダメだよ、失礼だよそれはな、足がつ、あ、へえ、初めて知った、それは言葉自体を知らなかったです。てかそうそう、男女部かな、もう時間も時間やし、あれ始まるし、
公園。帰る？帰りはしないよ。うん。多分。あ、帰りはしないけど、でも。帰りはしないけど、いや終わります、公演が始まるから。では誕生日見ます。13位空色さんありがとうございます。12位高政さんありがとうございます。11位キムさんありがとうございます。10位夏希ちゃんありがとうございます。9位ともたんさんありがとうございます。8位おやじさんありがとうございます。7位りなちゃんありがとうございます。6位よむくんありがとうございます。5位とみさんありがとうございます。4位やなぎさんありがとうございます。3位横浜のろうさんありがとうございます。2位めでたいさんありがとうございます。そして1位はむーちょさんでした。ありがとうございます。はい、まあ、たくさんのね季節のギフトありがとうございます。キラキラもありがとうございます。はい、ありがとうございました。まだここにはいますけど、はい、ではまた明日も7時からやるのでよろしくお願いします。7時からと5時半からかな、はい、やるので5時半です。5時からやるのでよろしくお願いします。あ、間違えた、5時半からやるのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ、またね、また明日見に来てね。